はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はドラゴンクエストライバルズの増殖やっていきたいと思います。前回というかね、以前やったんですけども、この竜より強い竜ということで、ベビーサラマンダーを、サラマンダーにして、グレイナルで復活させてというデッキなんですが、前は花嫁対決つってね、お相手さんがビアンカでこっちはフローラーだと、どっちが本物の花嫁かって言ってたら、お相手さんがログアウトしちゃったっていう感じだったんで、はい、まあベビーサラマンダー自体じゃなくてサラマンダーか、サラマンダー自体は作れたんですが、ちょっと不完全燃焼ということで、もう一度やっていきたいと思います。はい、それだけですかね。はい、もう細かい説明はいいでしょう。やっていきましょう。レッツ増殖。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。地獄の苦しみを、さて、お相手さんはピサロさんですな。今のピサロさんはまあどうなんでしょうか。ジバーピサロが僕は好きですけどね。全部返してベビーサラマンダー、あとはあれだな、無限の弓ですね。無限の弓さえ引ければかなり変わる。おっと、動きがボット臭いか。行こうか。ただお名前からしてボットではないんですが、何にするか。さて、そろそろお相手さんのリーダーがわかるか。リーダーというか、タバサか。タバサだとそれこそ地場、ピサロナイトを強化するタイプの可能性があるんですよね。私、ククールと申します。さあ、飛んでいってもらってベビーサラマンダー一体は出してもいいかな。ベビーサラマンダーは攻撃時にゲットなんで、まあ完璧に無限の弓で集めようと思ったんですが、おーおー、魔王ピサロか。ただテンションスキルも使ってくると、我が血族、この魔王の卵でどんなやつを持ってくるかってのもあれですな。パワースナイプありがたく使いましょうか。さあ、ドローしていきましょう。友愛の心、パワースナイプでピサロナイト取って、そうですね、お前はただのニコス01。どうだ、ピサロさんはね、犠牲の心とかなんとかいう、ドローを進めたりするカードもあるんできつい。わあ、闇への供物、これで MP をプラス、上限をねプラス1して、魔王カードを手札に持ってきたか。で、あいつはこっちから取りたくないんですよね。とりあえずベビーサラマンダーは1体出しましょう。体力6なので、そう簡単には死なないんじゃないか。コイン1枚くらいは取ってくれると助かるが、ここでオルゴデミ、違うね、デサムーアだっけ、テンションスキルをゼロにするのは勘弁してほしいぞ。一応セーニャも入っているのでね。さてさて、取れるか。テンションスキルをブンブン回す系のデッキだった場合、あれもあるんですけどね、何ですか、死の使い、死へのいざないだっけ、スライムが死神の釜みたいなの持ってるやつね、それもあったんですが、なるほど、使い魔は当たってくると。じゃあ神様かな。無限の弓、無限の弓装備したいですね。無限の弓装備して、上がってきな。で、癒しの波動でベビーサラマンダーの体力を回復しておきます。で、お相手の仁王立ちのせいで攻撃ができないので、テンション上げて、リーダースキルじゃねえわ、英雄スキル使うもありなんですが、そうですね、フローラさんのレベル2英雄スキル使って、特技ダメージ無効、体力プラス1。頼んだぜ。無だ。すべてを無に。さーて、お相手さんは8 MP か。結構怖いが。
さらに MP プラスしてくる。我が身に。ただこのベビーサラマンダーは取れないであろう。どうだ？まあとりあえずそいつは僕を殴ってくるでしょ。ベビーサラマンダが取れないっていうのはこっちがねコインを稼げるんですが、ミラクルソード、神様、この通り。おい、神様だよ。彼が神様だようです。でこの神様を体力6にしておきましょうか。どうした？OK、問題なし。おう、照れてる照れてる。でベビーサラマンダの攻撃時能力でコインをブラスゲッチュプラスターンエンド時の無限の弓矢の効果で、さああと1枚回復か。まあいいでしょう。手札増やされたら困ってた。さてこの神様取れるか。おや、なるほど。魔力解放、エビルプリーストですか。はあ、テンションスキルを無駄に使いたくなかったといったところでしょうか。こいつはきついっちゃきついんだが、目覚めよう。あー、そっか、攻撃力6あるんだ。神様、神様死んじゃったよ。取ってくるでしょ。まあまあまあそうだよな、神様くらいは取ってくるよな。まずいですよ。お、グレ、とりあえずコイン2枚使って悪魔の騎士取りましょう。でコインゲッチュするんで、この攻撃済みのサラマンダーにコインを2枚。さあこれでサラマンダー、さあ88、そうですね、グレイナルは出しておきたいっていうのもあるんですけど、グレイナルでいい？いや、グレイナルなぁ。ザキであいつだけ取って、ザキからのミラクルソード。で、この無限の夢も効果がいらないので、終わりだ。よし、とりあえずはよしとしよう。あとは、このワンドローでサラマンダーを消す、確か消滅させるっていうデッキというかカードがデッキに追加される。運よくそれ引いてきますかね。サラマンダーが消えちまったぞ。まずいですね。消滅させられたんで、今のところ復活の杖で殴って攻撃、回復するのがあいつだけなんだが、痛いです。やばいな。グレイナル、なー、ザオーラルしても神様が復活するだけだったらグレイナル行こうか。さあテンション上げて、さてお相手さん、おそらくグレイナルは取ってくるはず。そのピサロの手の6点ダメージが僕に来なければ万々歳といったところか。どうですかね。まあ当たってくるでしょう。6点ダメージ受けても簡単でしょうしな。うーで、グレイナルは死んだ。つまり、竜戦士の防具武具の効果で、全体4ダメ。痛いですね。で、手札を増やすと。ただ、お相手さん、デッキがね、残り少なくな、なんじゃ？なんだ、勝利でも確信したか？俺のターンだ。なるほど。であれば竜戦士の武具見せてやるよ。見せてやるよ。俺が英雄。これで体力を回復しつつ英雄竜の祝福になりました。でザオラルで神様かグレイナルで、テンション上げてこのテンションスキルも使って、これはグレイナルが確定。さてどうだ、グレイナル地獄を始めよう。おかしいな、竜王を超えたっつってサラマンダを増殖するデッキのはずなんだが、サラマンダ消されちゃったからね。
さて、ここでテンションスキルを使って全体5ダメ、まあ、全体というか一列に5ダメ、武器はない、消滅させるとかと、その、出てる仁王立ちのやつで、一応、両方除去はできるんでしょうが。うん。そいつ、ただ5ダメージなんで、死にはしないと。さあ、残り9コストで、なるほど、毒青虫。これで死んではしまいますな。なるほど、グレイナルは取れない。消滅させるカードはまさかないのですか？どうだ、グレイナルが一体のも、よし、いいぞ。お相手さんの動きはかなり弱い。さあ、行こうか、ザオラル。ところがどっこい、こいつはとりあえず取っといて、精霊を貫け。からの、そうですな。とりあえずグレイナルはあいつ当たりましょう。癒しの風も使っ、いや、まあ、いっか。気にしない。細かくはもう気にしないでおこう。で、復活の杖も装備したいので、これでグレイナル回復しても僕を回復してもそんな変わらないでしょう。で、殴ります。さあ、何が復活するかな？神様じゃよ！このわしと戦ってみるかの？テンションスキル上げてください。テンション上げ上げでいこうぜ、神様。テンション上げてくれれば次。またグレイナルを復活させることができる。あれおかしいな。サラマンダーどこ行った？一番いらない。いや、まあ、前は。前は。さあ、どうだ、このレジェンド軍団。すべての敵に4ダメージ。死にはしないぜ。さあ、手札を増やしていく。お相手さん、デッキ残り2枚。ほう、封印。これ勝ち？どうするかな。天聖の祈り。これ勝ちなのかな。まあいいや、とりあえず盤面は強くしておこう。オッケー、グレイナルフが復活。まあ神様でもどっちでもよかった。で、天聖の祈りでさらに復活させて。次は俺に力を貸す。まあ毒青虫ね、毒青虫が復活。殴っで、グレイナルかな。あー、神様。まあ。わかったから。で、応援して、これ、どうなるんだ？パワースナイプで勝ち？あ、勝ちだ！パワースナイプで勝ちだ！あ、神様、さっきのドローありがとう。一番いらんとか言ってごめん。神様ありがとう。あなたのそのいらんって言ったドローのおかげで勝ちました。ごめん神様、バカにしてごめん。いや、まあバカにしたわけじゃないんだけど、いや、やっぱ神様強いわ。あれ、サラマンダーどこだ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。